あ、もしもし、元気？元気、あんた珍しいね。あー、久しぶり。最近は家にずっといるんですか？寝てる。寝てる、外出てない。ちょっと今日報告があって電話したんだけど。何かいい話？そう、実は、おばあちゃんの知恵袋が、ポンポコ24の CM 企画に応募したら、ピーナッツ勲章をいただいたんですよ。ピーナッツくんが選んでくれたのよ、CM を。ピーナッツくん？うん。で？で、一応この喜びを報告しとこうと思って。違う、それ。ちょっと、ごめんね。え？もう一回。うん。もう一回ね。うん。賞をいただいたのよ。素晴らしい言葉だっていうことで。そう。あら、そう。ボケれるけども、そんないいこと言ったのかな。うん、言ったんだよ。まあ、でも今日はいい報告だから、喜んで、胸を張ってください。最後にね、またなんか、知恵袋を一つ欲しいのよ。世の中の人に伝えたいことを。なんかいいことがないかな。山の彼方の空遠く、幸い住むと人の言う。ああ、我人と止めゆきて、涙差し組み返りきぬ。山の彼方の名を遠く、幸い住むと人の言う。これどういう意味な？何かいいことないかな、ないかなって言って、うん、山の遠くの方でね、うんうん、行ったんだって、うん、そしたら何もなくて、まだその先にあるって思って行ったけども、やっぱりなかったって。苦労したのに何もなかったと。うん、じゃああんまりこう、欲深すぎても良くないっていうことがね。うんうんうん。現在に満足しないで、こうすれば、幸せになれるかな。あそこ行けば幸せになれるかなってやってもなかったって。自分の心の持ちようでもって、幸せか幸せじゃないか決まるんだって。現状をよく見つめろと。そう。それで自分がどう思うかは人次第だよっていう。うんうんうん。いや、よくわかりました。ありがとうございました。はい、この度は受賞おめでとうございました。